まあ、それにしましてもね、このサッカーワールドカップ、このサッカー熱、ますますこうね、熱くなってくると思うんですけれども、北海道のサッカークラブといったら、コンサドーレ札幌ですよね。その注目の選手と服を探して、街歩きしてきました。札幌出身で、ユース時代からコンサドーレに所属する荒野拓磨選手。豊富な運動量といろんなポジションをこなす器用さで、チームを引っ張る中核選手です。そんな荒野選手、サービス精神旺盛でひょうきんな一面も。チームメイトはもちろん、サポーターにも親しまれる存在です。今日は緑も眩しいぐらいですね。西区宮野沢のこのコンサドーレの練習場ピッチにやってまいりました。さあ、今日ここで一緒に散歩していただくのはこの方でございます。コンサドーレ札幌、荒野拓磨選手でございます。お願いします。お願いします。サッカーのワールドカップ、はい、始まりました、ね、ドイツ戦が、はいはいはい、ご覧になりましたか。見ましたいかがですか。いや、もう前半始まった時にこんなにも差あるのかと思ったんですけど、攻められてましたからね、はい、やっぱサッカー何あるかわからないなっていうのがあるんで面白いですね。あの、この散歩もちょっと正直言って何があるかわからない、はい、からない、はいはい、ちょっとこう皆さんにとって服があるような情報を探していただきます、はいはい、好きです。好きです、はい、では一緒に今日はね、荒野選手と服散歩を開始したいと思います、はい、散歩なんてのはするんですか。僕は歩くの結構好きなんで、全国こう行った時に車周り歩いたり。あ、そうなんですか。するのは結構好きですね。どんな服が見つかるかな。服散歩 I love you。 こんにちは。コンサドーレ札幌の荒野選手と一緒にちょっと歩いてます。実際見に行ったりしますか、サッカーは。あ、サッカー好きなんですよ。あ、そうなんですか。ワールドカップ見てたり。いやどうですか、こんな近くで選手見ることあんまないでしょ。ないです。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。じいちゃんばあちゃんの家が、はい、テレビ夕方とかつけるときは、はい、福永さん結構見てたので。あ、そう、あ、じゃあもう それのなんかイメージで、じゃあもう本当、じゃあちっちゃい頃からご覧いただいて、はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。あら、なんかすいません、この住宅街にコロッケの上りが、ここは何のお店といったら。揚げたてのコロッケの専門店になります。なるほど、はい、ぜひぜひ。 どこでやってるんですか。ですね、2階のちょうど見えてます、あちらの窓で。はい、そう、はい、意外な、これ車とかで通っちゃったらちょっとね素通りしちゃうぐらいの、これ散歩だから。あ、ちょっといいですか。はい、どうぞ上がっていただきます。あ、ここで、あら、はい、ここでやりますので。すごいすごい、ここからここから。すごいご存知は初めて、ね、花お一人でやってるんですか。ですね、私はここで販売をしてまして、はい、注文もらったら揚げる担当がおりまして、はい、でそのものが下の工場の方で揚げて、ここでお渡しするっていう形なんです。下工場なんですか。あ、はい、そうなんです。実はこちらスーパーや道の駅などに卸すお惣菜を作る工場ですが、夕方の2時間だけ揚げたてのコロッケを買うことができるんです。アロさん、なんか気になるものあったの。僕ね、あ、これだ、自慢のカニクリーム。カニクリームコロッケもやってるんですか。荒野さんが注目したカニの身がたっぷり入ったコロッケは人気で、この日は売り切れ。そこで食べ応え抜群の牛肉コロッケと冬限定のかぼちゃクリームをいただくことに。いただきます。あ、いい音した。特製のベチャメソース甘さが結構多いコロッケですので、おやつにもぴったりの大きさになってますので。いただきます。これは美味しいです。じゃがいもも入ってますけど、肉の甘み満載というか、まさに絶品牛肉コロッケ。ありがとうございます。ちなみに、コンサドーレの試合はなんか見に行かれたり。コンサドーレちょっとまだ見たことはないんですけれども、はい、テレビで拝見したりニュースを見てますので。アラノさん、私同い年ですので。そうです応援しております。ありがとうございます。練習場近いんで、たまに帰り寄ってきます。ぜひよろしくお願いします。温かいの用意いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この辺はフラフラ歩くこともあるんですか。
僕たまに地下鉄で練習来ることあるんで。あ、そうなんですか。はい、僕のあの先輩の西大吾も結構地下鉄たまに。あ、そうなんですか。はい、大吾くんのすごいところはすごい優しいんですけど、はい、僕練習してるじゃないですか、はい、練習終わって上がったら僕の車乗って帰っちゃうみたいな私物化してるんですか。はい、そうなんですよ。僕地下鉄で帰る人ちょっと西選手新野選手にもうちょっと優しくしてあげてください、はい、すごいいい先輩ですけどまあでもなんかそういうなんか仲がいいというか信頼関係ですよね、やっぱりね。可愛がってもらってます。のれんがかかってますけど、何のお店なんだかよくわかんないですもんね。そばって書いてます、ね。そば？お蕎麦どうですか？あ、好きです。僕も大好きです。はい、ちょ行ってみますけど、はい。あ、なんか随分おしゃれな。おしゃれですね。あ、いや。紳士なんです、ね。アロナさん本当紳士。先輩の教えです。失礼します。おしゃれなお蕎麦屋シタン。季節限定メニューが豊富なお店で、冬は生海苔のお蕎麦が人気。磯の風味とお出汁が効いている一品です。海苔たっぷりでしたから。全部海苔なんですね。うん、さらに通たちが絶賛するこの時期ならではのお蕎麦も。ぜひお蕎麦が食べたいなと。はい。なんかおすすめのなんですか。はい、カモセイロがおすすめです。カモどうですか。カモセイロ好きです。僕も今選ぼうかなって思ってました。ああ、もうなんか奇遇ですね。はい、はい、こちらカモセイロになります。はい、うわ、美味しそう。美味しそう。なんかちょっとこの盛り付けとかも素敵ですね、これ。ありがとうございます。ではいただきます。蕎麦が美味しいです。あ、まず蕎麦が美味しい。蕎麦が美味しい。味がすごい。肉がすごい柔らかいです。お、蕎麦と絡めてめっちゃいいです。カモセイロ半端ない。カモセイロ半端ない。実はこの店、サッカー関係者の来店が多いそうで。福森選手もよくいらっしゃるんです。福森君は昨日も来てました。お、昨日来たんですか。はい、来るのが一日遅かった。はい、おはよう。こんにちは。コンサドーレの荒野選手です。未来のコンサドーレズが。サッカーの試合などはご覧になったことですか。あ、どうですかこの荒野選手。めっちゃ嬉しい。で見れるね。え、びっくり。いや、そういうですね。まず僕らこういう時にね、最近ちょっとやってるのがあるんですよ。I love you。I love you。 お子さん苦笑いですか。泣かれなくてよかった。バイバイ。バイバイ。かわいい。これからの季節はもうちょっとロマンティックパークになりますからね。これ白い恋人パークはどうですか。たまに1年に1回行くか行かないで。まあそうでしょうね。地方の知り合いの方とかが来た時に連れてくる場所ではありますね。あ、いいな。久しぶりに来た。なんかいいな。あ、いいっすね。いいですね。僕小学校の時にここでおばさんにここに連れてってもらってサッカー見た記憶があるんですよ。お、そうなんですか。はい、地下鉄乗って一緒に。荒野さんがまさかここで。いや、そうなんですよ。プロとして。はい、その時は思ってもなかったですけど。じゃあこれ一つ、まあこの荒野さんの原点みたいな。いや、なんか高かったって言われました。動物作り。手作りケーキといいますか、ドーナツ。ドーナツ作れるの。クリスマスシーズンに合わせたお菓子作り体験。週末限定、予約なしでも作ることができるドーナツのデコレーションに挑戦です。コンサドーレのミッドフィルダーでもなかなか見られない姿ですね。なんか似合って。もう食べない。そう、食べたい。なんか作る前に食べたいですよね。朝ごはん食べてない。パクッとしないように気をつけてください。実際の体験は生地からこう作って焼き上げていくんですが、はい、今日は特別にですね、ドーナツのトッピングから。もうトッピングは得意中の得意です。楽しみです。結構お店のスープカレーとか食べたらトッピングしますから。そっちのトッピングですね。おいいじゃないですか。これはさすがピッチにいるこの豊富な運動量を生かして。こういう時にやっぱセンス出るんだよな。あれ、あ、なんか上手。
何かを書いてらっしゃるんですよ。正解ですよ。正解ちょっと出ちゃいました。正解を叩き出したところ。私ちょっとですよ、これ完全にこうちょっとこの目が潤んでおりますね。あの感極まってる。感極まって正解なのかわからないけどできたと思います。いいと思います。バチリです。はいはい、これどうですか。すごい、結構本当にお店に並んでるようなポップな、ね、美味しそうな、はい、だからお子さんも喜びますよね。体験した方も皆さんもこういうことはきっとできるんじゃないですか。ここ初めてここ。これいいっすね。ここの赤じゅうたん、ちょっと立たせてもらって。あー、なんかいい、ここからいいみたい。いやすいません、これあのいいっすね。いやだからここいい、なんかすごい優雅な。そうっすね。ここで皆さん写真撮るんですもんね、これね。いいわ。じゃあこっち行きましょう。いい、あー来た。マスク越しからでも匂いが。そうですよね。ここ魅惑のゾーンですね、ここはね。こんにちは、すいません。今ちょっとこう気軽に食べられる、あのシュークリームだそうなんです。シュークリームご用意ございますよ。いいですか。はい。アロラさん甘いものは好きなの。あ、大好きです。だいたい練習の始まりのウォーミングアップの時に甘い匂いが来て、みんなでいい匂いするね。どうなんですか。はい、お待たせいたしました。白い恋人のホワイトチョコレートを練り込んだシュークリームでございます。出ました、白い恋人のチョコレート入ったらもう絶対うまいでしょこれ。パークでしか食べられない特製シュークリーム、そのお味は。おいよ、ワイルドでガブッと。お、外がザクザクしてて、うん、中にクリームがどっしり詰まってます。おお。で、さっきの人は言ってたんで。受け売りじゃないですか。そのままの感想が聞きました。おお、あ、豪快。どこ見てるんですか。はい、外はザクッと、はい、中はクリームがどっしり、はい、それ僕が言ったやつです。ピーターに同じこと2回言ってる。食べたらちょっとクリームね、口の中でもドーンときますから、はい、気をつけながら食べた方がいいぐらいのクリームのボリューム。食べてて気づいたこと言っていいですか。はい、あの靴下がコンサドレカラーになってるじゃないですか。気づいてもらいました。はい、ちょっと仕込んできました。びっくりしました今俺。コンサドレ、はい、よかった。あら、来年ちょっと移動のスーツでこれで。こんにちは。あ、なんかもうじっとこっちを見ていただいて。写真撮ってもいいですか。写真いいですよ。漫才師。漫才師。こちらから。広島からです。広島から。どうだいか。なんで今こちらをご覧になったんですか。あ、いや、かっこいい人たちがいるなと思って。かっこいい人たち。プロサッカー選手が。広島だとは。サブレッジ。今年も行かせていただきました。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。パークを隅々まで楽しんだ新野選手と福永さん。帰り際にはお土産をいただき、散歩を再開。お別れのご挨拶です。お越しいただきました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。あ、田村さん、一つ言い忘れました。メリークリスマス。かっこいい。サリヒワのかっこいい。アドロさんもやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ちょっと一つ忘れました。メリークリスマス。かっこいいな。無理しないでください。ありがとうございます。福永アナが自由に街を散策する福散歩。今回は北海道コンサドーレ札幌の新野拓磨選手と歩きます。実はもう一軒ちょっと僕の知ってるコンサドーレといえばっていうところのお店が近くにあるんで、ちょっとぜひ一緒に行ければと思うんですけど。あ、いいんですか。新野さんの行きつけでもある。もうそうです、連れてきてください。ご紹介いただいたのは中華料理店の包み人です。コンサドーレの選手たちに長年愛されているお店で、すごいボリュームたっぷり、食べ応え抜群のガーリック豚キムチチャーハンが新野選手のお気に入りです。あの、新野選手は本当にいつも来てるんですか。そうですね、はい、前回誕生日の時に。あ、そうです、誕生日の時にあのサプライズであのすっごい量の唐揚げを唐揚げにろうそくをいっぱい出しました。これ誕生会までやるぐらい。はい、あそこにもなんかありますね、開店のお祝いですか、あの看板のほうにあの祝開店北海道コンサドーレ札幌。あ、福森さんから来てますね。すごいですね。食通の福森選手、
こちらにも通っているとのこと。その福森選手にちなんだ驚きのメニューに出会いました。失礼します。お待たせしました。すごい、コンサドーレカラーの餃子だったんです。ししこれ思わず二度見しますよ。これ、どういうことなんでしょうか。福森選手がお店に来ていただいてて、はい、頑張ってほしいなと思って赤と黒の餃子を作ったんですよ。北海道コンサドーレ札幌なんで、北海道産のものを、はい、できるだけ。いただきます。中身もちょっと変わってる。色によって違うんですね。毎回来た時絶対頼んでしまうんです、はい、ちゃんとしっかりホクホクしてて、はい、美味しいです。美味しいです。これちょっと重さないのと、はい、食感も効いて、皮がすごいもちもちで、肉の甘み、肉汁もあって、はい、見た目にびっくり、中身にびっくり、味にびっくりっていうびっくり三拍子となった、もうまさにこの餃子界のハットトリックですね。いいこと言う。ドヤ顔しないでください。手応え感じちゃったと。めちゃめちゃアピールする。いやー、じゃあ丸野選手、はい、シーズン終わってね、はい、まだ本当に今はほっとしたいところであると思うんですけども、はい、すいません、ちょっと先を急いでしまいまして、はい、来シーズンの目標、はい、どんな年にしたいかって教えてもらっていいですか。はい、やっぱり今シーズンはみんなの期待もあった中で残留争いっていう形にしてしまったのは本当チームとして申し訳ない気持ちがすごいあったので、まあ、来シーズンは優勝争いにできるように来年頑張っていきたいなと思ってます。ゴールを決めたらサポーターの皆さんは太陽を熱唱してくれるっていうのがね。僕もこの音程をこうやってゴール決めたらこれですか。本当に期待してます、応援してますので、はい、ありがとうございます。コンサドーレ札幌の新野拓磨選手でした。どうもありがとうございました。ね、皆さん本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。新野選手もちょっとこう照れながらですけど歌まで歌っていたい、どうでしたか。いや、なんか新野選手と他の選手の関係性も見えましたし、うん、はい、何よりこう宮の沢の皆さんにコンサドーレの選手が愛されているんだなっていうのを感じましたね。そして新野選手ももちろんなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんもね、ご参考でもご覧になっていただいて、うん、本当に素敵なお孫さんをお持ちで本当にありがとうございました。ありがとうございます。